セーヌ県は、1968年1月1日に、セーヌイコールイコールオワーズ県と共に廃止された、フランスの県である。当初は、パリ県として成立した。1964年7月10日の法律及び1965年2月25日の、デクレの施行によって、現在のパリ、セーヌサンドニ県、オードセーヌ県及びバルドマルヌ県に再編された。 1790年1月13日、国民議会により、パリ県の設置が宣言される。パリ県は、パリの町及びノートルダム大聖堂から、おおむね12キロメートルの範囲のコミューンで構成される、ことになった。1790年1月19日、パリ県の協会が確定される。1790年2月10日、パリ県内に、パリ、 サンドに及びブールラレーヌの3つの地区が設置されることになる。1860年のパリ再編前のセーヌ県のコミューン1860年パリ再編前後の地域の比較図赤色が再編前の12区ハイイロ色が再編後の地域。廃止当時の旧セーヌ県旧セーヌ県及び旧セーヌイコールエイコールオワーズ県を再編して新たにパリ、セーヌサンドニ県、オードセーヌ県、 バルドマルヌ県、エソンヌ県、イブリーヌ県及びバルドワーズ県が設置された。1801年当時のセーヌ県の人口は、63万1585人であった。セーヌ県廃止当時の人口は、570万968人であった。L、アーシンブレーナスヤナルディクリートセクイスーツ。6度家、パリスールエタブリーエヌデパートモニアベックトロワロー。 デレイヨアパルティールジュパービスノートリダム、レットルパテンテジュロはシュールルサイトデール、アーシンブレーナスヤナール、共和歴三年憲法は、領土の分割と題された第三条において、聖ヌ県を含む89県を列挙している。ありがとうございます。